今なり〇〇を妄想する N8 正体二等兵の友人やと T 隊長、隊長でございます。あのですね、隊長、はいはい、私はとてもいろいろなんかその自己啓発の本とか、うん、昔よく読んで、うん、でまあそれに従ってか、まあ、動画もなんかそんなような、例えばあの西野明弘さんであったり、うん、ホリエモンさんだったり、いろいろ見るんですけども、まあ、そういうのを見てるからなんですかね、うん、その AI さんがですね、うん、勝手にその広告を拾ってきて、うん、見たくもない広告を見せられるんですけど、うん、その中で結構日本をディスるようなのが多いんですね。例えばその、まあ、著名人の方が、うん、だから日本はダメなんだ、うん、っていう、日本はダメっていうのを日本人がわーって言ってる、うんうん、でその聞いてる日本人たちも、うん、私は違う、見てる君たちとは私は違うっていう感じで、僕はその広告を受け取ってるんですね。あ、僕はなんかお前はダメなんだって言ってくるみたいな、うんうん、で多いですよね、多いですよね。いいねなんてロボットがするから、いいねを求めるやつが最悪なんだよ、そうだそうだみたいなこと言ってたりとか、もう多様化多様化って言って、うん、だから多様化なんだから、まあじゃあ女性をその取締役に入れようみたいな、うん、それがもう一番多様化がないんですよ、うん、そうだそうだっていう、思いますよね。そっち側で、そっち側っていうか、多様化多様、例えば女性を女性をって、はいはいはい、無理やり女性を入れる、入れようとしているのは多様化じゃない、ない、うんうんうん、気はおかしいと思います。まあまあ女性差別をなくすために女性を入れようみたいなのは、うん、それは思います。なんか矛盾してますよね、思うけど、その大冗談からこうやってズドーンって言われると、違う、君とは私たちは違うって言われてるって受け止めてるんですね、うん、っていう感覚で本屋に行くじゃないですか、うん、でこれがまたひどいんですよ、うん、本屋に行くと、まあそのタイトルがね、うん、悪税が日本を滅ぼす、民主主義が日本を滅ぼす、教育破綻が日本を滅ぼす、下流大学が日本を滅ぼす、激安商品が日本を滅ぼす、もうね、ありとあらゆる理由で日本を滅ぼされるんです。それを日本人が書いてるんですよ。もう不安になれ不安になれって言ってね、不安ビジネス、不安ビジネス、もう不安にさせようと思って不安を増やしてるんです。うまくない、全然うまくないっていう、この中でね、まあね、まあテレビをつけると、ワイドショーでその、やれ殺人事件だ、うん、やれ上級国民がプリウスを暴走させて、どうのこうのだ、うん、で、最近ではもう名古屋で、殺人事件でツイッターが上がっていて、うん、で、その、上げてるのってどうなのっていう声もあったりと、うんうん、いやいや、お前、その現場で止めれるって、うん、っていう、まあ、僕も、あげるのはどうかなって思う、まあ、そんなものを、まあまあ確かに承認本位じゃないですか、まあまあ確かに、面白いのを取ってあげてやろう、自分のフォロワー増やそう、フォロワーいいね増やそう、はいはいはい、本体が見え見えなんで、はいはいはい、他人の不幸で、まあそれはね、でも思いつつも、まあそのなんて言うんだろう、どうなんでしょうねこれは、うん、っていう、今何て言うの、そのいや叩く叩く問題、うん、叩く叩く問題、うん、なんかそう、見てると撮ってるやつ何やってるんだ、止めろよみたいなので、こうどんどん、で、僕が今撮ってる手段としては、じゃあもう見ない、うん、そういうのは見ない、僕は安全、うん、ピタッてあの桜木花道のように耳を閉じてもうワイドショーも見ないとかってやってるんですけど、どう見ますけどね、もう考えるんです、見ます、ああいうの、ああいうのって、まあ、そのツイッターだけじゃなくて、うん、別にそういうなんか、まあ、ワイドショーつけると、うん、結構、まあ、悲惨なニュースが多い、うん、平気で見ます、見ます、心動きませんか、その全く動かない、すごい。その
何に動くんですか、逆に。あるいは仕事行く前、例えばまあじゃあワイドショーのことを言いましょう、うん、ワイドショーで行くと、まあ、朝仕事行く前に昔見てたんですけど、うん、そのテレビをつけてみんな怒ってるんですよ、うん、みんなが怒ってる、悪い事件を取り上げてみんなが怒ってるのを見て気分が良くなるわけないじゃないですか。今から仕事行くときにさあ気分よく仕事に行こうっていうときに、僕全く揺らがないですよ。あんなのは見れないんですよ、もう気分悪すぎて。で、子供が死んじゃったかわいそうとか、うん、子供が死んじゃったかわいそうじゃないですか、かわいそう、もうだからもう見れないんですよ。で、その後に美味しいスイーツの話ですみたいな。もう慣れない、そんな気分にはなれない。で、スイーツの話です、うん、まあいいんですけど、あれ全部東京の話じゃないですか、うん、まあ、人口が多いですからね、うん、東京が多いです、東京が多いですよね、一地方都市なんて取り上げられないじゃないですか、うん、だから別にあんな何の動きようもないんですよね、うん、何の動きようもない、心が、心が全く変わってない、そこでアップにはならない、うん、アップにはいかないので、うん、ダウンにもいかないですよ。だからダウンにはめちゃめちゃいくんですよ。ダウンにいかない方法って何かあります？方法別に何でも意識しないですよね。あ、こんな事件あったんだって見てるらしいですよ。で、そのキャスターがいろいろ言ったりするじゃないですか。まあ、いいこと悪いこと。いろいろいいこと悪いことを、言ってきますよね。で、うん、で、まあ、それに対して思うことはあります。あ、自分と同じから。でもそれちょっとその意見どうかなとか、はい、とかなんかいろいろ考えますよ。なんか考えたんですよ。プリウス、おじいちゃんが事故を起こして人殺したっていう事件と同じぐらいの時期に死が、はいはいはい、死がありましたね。小池園児が、園児が同じような事件があったじゃないですか。ありました。車が突っ込んで、右折か何かを避けようとしたら突っ込んだってやつですよね。で、あれおじいちゃんがすごい叩かれて、はい。で、あっちの方はそれほどでもない。まあ。で、その、なんていうんですかね。その違いは何なのか考えたりします。ああ、なんか、ああ、子供がとかじゃないんですね。ああ、子供がとかじゃないで、なんでこの人叩かれて、この人叩かれないんだろう。そうすると、あ、なんかこの対応が違うなみたいな、こっちのおばさん、おばあちゃん、おばさんでしたっけ、はい、人は園長が、あ、運転手の人、運転手の人、はい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 、運転手の人はもう本当に申し訳ございませんでしたみたいな感じで謝ってるんですよね。うん、まあ、あれも、あれは本当、まあ事故ですもんね。事故。で、こっちの人もまあ事故じゃないですか。でも、っていうか、うん、だけど、こっちの人は、まあ、ブレーキ踏んだけど、ブレーキ踏んだけど止まらなかった、止まらなかった。みたいなこと言ってるんですよね。言いましたね。だから自分の責任じゃないって言ってる感じが。俺は踏んだけどっていう。はいはいはい。なので、なんかこう、逃げよう逃げようとして。ちょっとまあ、隙はありますよね。っていう感じ、だからそういうことばっかり考えてます。あ、なるほど。この、何て言うんだろう、特に今、少子化でね、うん、子は宝だと、うん。で、その、僕の場合、ちょっと、小学生とかに娘がいるので、うんうん、あ、もう、見て、親のことを考えると見てられないみたいな。見てられない、かわいそうだなって思って、思いますよ。これなんか違うな、俺と。思いますけど、別に引きずらないし。事故は多分昔からあるんですよ。今で始まったことじゃないし、で、こういう事故をなくすには自動運転しかないなと思ったりするんですよ。そっちか、そっちにはいかないな。これなんかよくあるじゃないですか。もう年寄りは免許返上しろみたいな。はいはいはい。だけど地方の人では地方じゃ困らないと。なんかどうやって言うのもありますよね。みたいな問題とかこう出てくるじゃないですか。自動運転すべて解決じゃないですか。思ったりするんですよ。思わないですか？全然思わないです。自動運転が完璧に事故を起こさないレベルに作ることができれば、
免許返上する必要ないし、むしろ免許必要ない。みんな免許も小学生から運転できるみたいな。小学生が運転っていうか、運転って概念かなくなりますね。車が連れてってくれるんですよね。行きたいところへ。あのニュースからそこまで、そこまでカチ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 って行きますか？行きます行きます。だからなんかそこで争うこと自体がなんか不毛な論争してるなみたいな。この意見の違いが多様性。多様性。そう。っていうのを多分考えるのが好きなんですよ。だから心そんなに動かない。いや、例えば不安に、すごいニュースを見てすごい不安になることもそんなにない。あの、例えばじゃあ僕が経験しているその YouTube を見ているときに、うん、まあ不意に広告で挟まれて、うん、だから日本はダメだ、うん、日本人はさって言ってるのを見ても、うん、見て思うことは、いやそう言ってもみたいなことを思うんですよね。ああそっか、やばいやばいじゃないんですね。やばいやばい、あのなんか、あ、分かるっていうのはありますよ。あ、まあ、それは分かるはありますけど。そうそうそう。あ、確かに。例えば年金問題とか、破綻してるじゃないですか。まあ、僕には破綻してるかどうかは分からないですけど。で、あ、まあ、なんか、仕組みとしてこう、お金を集めて配る。まあ、まあ、年寄りを支えるために、こう、若い世代からお金を集めてて、高齢者がどんどん増えてるから、若者の負担がどんどん増えて。っていうのは、まあ、そうですね。で、この若者たちは払った以上にはもらえないのはもう分かってますよね。のは分かってるんで、制度としてはもう破綻してる。で、それで日本が潰れるかみたいなところは潰れないですよ、そんなことで。うん、日本潰れるなら年金止めたらいいじゃないですか。あ、はいはい。し、こう、年金守るために税金投入するみたいな話じゃないですか。年金が例えば破綻して、もうその辺のたれ死んでる人ばっかりみたいなことになったら、何か他の制度が必要ですね。他の制度が必要ですね、それは。っていう、まあそんなことになったら多分みんな生活保護とか受けてるじゃないですか。うん、うん、でそこを考えてももうどうしようもないですよね。まあそう、まあまあ、うん、まあ、選挙に行こうぐらいですかね。そう、年金を止めさせるのかみたいな。そうすると年寄りが困るみたいな、うん、っていうところで、まあ高齢者はそんなのにしたら私たちの生活がみたいな。で、若者の言い分としてはもう自分たちの生活が苦しい、年寄りを支えてる必要というか、年寄りを支えてる余力がないみたいなことじゃないですか。自分たちが年寄りになってもそんなにもらえないしみたいな、うんうん、計算上は。で、自分もらうためには税金で、税金でいうことは税金が上がるわけじゃないですか。意味ないですよね。その考え、で、今ね、僕のこの不安になってる人と、全くなってない人、で、ちょっと違うんですけど、僕はその、この不安から身を守るために、今日一応この動画を撮るにあたって、何か結論はいるだろうと思って。で、まあ、あのそのためには読書ですっていうのをなんとなく持ってきてたんですね。なぜならなんかその最近このベストセラーでこのファクトフルネスっていうのが出てるんですけど、これはそのいかに世界から貧困が少しずつなくなって、病気を少しずつ減らして、ちょっとずつちょっとずつ良くなってるよっていうちゃんとしたエビデンスを集めた。だからそのマスコミとかで流れてるそのドラマチックなニュースに目を奪われないようにちゃんと確認しましょうねみたいな本なんですけど、でそういう確かにじゃあ読書って必要だねっていうのを持ってきたんですけど、鼻からなんかちょっと、まあでもだからこれ結局考えましょうみたいなところじゃないですか。あの、まあそこのドラマチックなところに目を奪われないようにしましょうねみたいなことですかね。ドラマチックなところに、そう、結構なんかその滅びる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 ってみんな言うんですよ、本当に滅ばないですよっていうのは、で、かでその、うん、とはいえ、じゃあ最近日本、こんな日本人ここがすごいみたいな、
礼賛番組も増えてて、テレビとかでね、それもまた増えてる反面、それも叩かれたりするんですよ、気持ち悪い。いいじゃないですか。どっちって。まあ、どっちもいるんじゃないですか。人がね。人が、同じ人が両方叩いてるんですかね。これが多様性なんか息苦しいですね、ちょっと。まあ、叩くのが良くないですよ、多分。ああ、なるほどね。叩くのがね。叩くのが。それはその人個人の意見じゃないですか。だから個人の意見を言うのは、あれかな、多様性っていう意味でいくと、僕はこう。あ、じゃあ、反対してる人を叩かない。うん、あ、反対意見を言ってる人を。でも反対意見を言うのも多様性みたいなところですよね。めっちゃぐるぐる回りますね。だから、心を動かされない。自分の意見は自分の意見に信念を持ちましょうぐらいの感じじゃないですか。あ、でも自分の意見って難しいですよね、うん。ここに話が流れてくるとは思わなかったんですけど。自分の意見はやっぱり僕の、君の意見は何だって言われると、多分、その例えば、まあ、著名人と、読書とか本とか読んで、あ、この人が言ってることが僕いいと思う、この人が言ってることがいいと思うっていうのは僕の意見？まあ、それは意見じゃないですか。それでもこの人の意見？この人の意見に賛同してれば、まあ、その人の意見。あ、じゃあ僕の意見。あ、なるほど。あ、じゃあやっぱりそういうのは必要ですよね、何か。情報をいろいろ持ってきて、合う合わない。合う合わない、あるし、まあ、その、それをちゃんと考えることが必要になるじゃないですか。あ、また考えるも、前の動画で、考えるって言ってますね。いいよ。考えるのは行動しろって。その考えるのとは違う。その考えるのとは違う。なるほど。何かをやるときに、行動しろっていうのは何かをやるときに考える行動ができなくなるって話です。あ、それはもったいないから考えるな。考えるな。考えるなっていうか、そう、行動しろって話です。はいはいはい。こう思ったら行動しろみたいな。今の考える、考えろっていうのは、この自分の意見を、こうじゃないかっていう仮説でしかないかなって思うんですよね。世の中にある、こう、日本が滅ぼす。年金で日本が滅びるみたいなのも仮説の一つしかないかなっていう。はい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 。で、こう、そうそう、こう、滅ばないですよ。いや、でも本によるともう、何十冊と滅びてますよ。何十冊と滅びてるけど、いまだ滅んでないですね。滅んでないですね。し、過去。憲法が日本を滅ぼす。うつ病が日本を滅ぼすとか。例えばですよ。はいはい。江戸幕府は滅びるんじゃないですか。江戸幕府、あ、滅びましたね。滅んだじゃないですか。日本はありますけどね。日本はあるじゃないですか。ありますね。そういうことだと思うんですよ。でもこれはなんか、まあ、その時代で言うと、終わり藩、ここ終わり藩です。終わり藩、でも結局、まあ、山口から出た長州、薩摩、九州の人たちが新しい日本を作ったわけですよ、だから、なんていうの、日本って考えると、なんか、まあ、日本かってなるんですけど、最近はその他国問題もあるじゃないですか。いや、これはね、何百年先になると、もうその国の概念もなくなってるかもしれない。知れない。っていうのなら、まあいいんでしょうけども。もうある意味、国の概念がなくなったら日本滅んでます。日本滅んでますよね。でもまあ人は生きてますけどね。元気ですかもしれないです。まあ、要は僕言いたかったのは、こう江戸幕府滅ぶんだじゃないですか。滅びましたね。だけど日本っていうのはそのままありますよね。今で言う日本はありますね。今で言う日本はあるし、はい、日本、別にそこに住んでる人が江戸幕府が滅んでみたいな、その当時の日本っていうのは江戸幕府じゃないですか。江戸幕府、ね、江戸幕府がこういろんな藩があって、まあそれが日本じゃないですか。日本ですね。で、それが滅んでも、そこに住んでる人は変わってないですよね。でも、まあ、上がすげ変わっただけみたいなところじゃないですか。怖いのは、ちょっと、この問題怖いのは、それが、言葉が変わりました、そこから、言葉が変わりました。例えば、じゃあ、そこから日本の、日本は英語を喋るようになりました。で、一番上の人も、
英語を操る人の国の人です、うん、ってなると今こうやって話せてるのかなっていう、うん、また不安がムクムクって別の不安が今、うん、言葉でいくと大丈夫ですか。だからフィリピンみたいな感じです。フィリピンの人はみんな英語を話せる。ああけど別に素敵に生きてますね。フィリピン人同士ではなんとか、まあ、フィリピン語、タカログ語、タカログ語みたいなのがあったりそんな感じになるんじゃないですか。でもそれなんか侵略されたっていう意識はあったりするんですかね。侵略されたっていう意識はあるんですかね。なんか例えばその今日本政府が滅んでアメリカの主導権に入った、これからはみんな英語で公用語は英語です、公用語は英語ですってなってもみんな英語話せないじゃないですか。みんな日本語で話してますよ。英語は勉強するけど勉強するけどみんな日本語で話してると思うんですよね。そんなにこう人間の生活をガラッと変えちゃうのは逆に上からとかじゃなくて、この産業革命的なAI が来てとかってなると、もう働く必要ないよねってなると生活がガラッと変わる。そうで、それはまだ僕は不安につながるんですけど、うん、いや AI が出てきて、うん、で出てくるのは仕事がなくなるっていうじゃないですか、うん、今ある仕事はもう30年後にはない、うん、30年後生きてるのかって話なんですけど、でも多分僕はまだローンあるんですよ。30年後に、30年後は自分伸びてる生きてますよ残念、生きてるんだってなると、いや仕事がなくなる、うん、楽観的に捉えるとね、うん、なんかその仕事がなくなる、楽観的に捉えられるのかな。お金、うん、じゃあ仕事がないならお金ってどうなってるんだろうとか、多分単純にいくと仕事がなくなります。で過去なくなった仕事っていっぱいあるわけじゃないですか、うん、でもみんな今仕事してますよ、働いてますよね。働いてます。例えば江戸時代、飛脚っていう仕事はまあ別の形になってますよね。別の形になるじゃないですか。多分そういう感じでバーンとは切り替わらなくて、徐々にこう切り替わっていくから、例えば今でもじゃあ何らかの形で働いてるだろうっていうことなんですね。働いてるだろうだし、例えば何の仕事です。私は今の広告制作会社でコピー書いたりしてます。コピー書いたりしてるじゃないですか、はい、でコピーライター、ライターです、はい、コピーライターじゃないですか、はい、こう今文章考えて書きますね。でこれが AI が進化してくると AI が書けるようになったりする。もう今実際出てますしね、電通さんが出したんです。でそうするとライターの仕事は AI を操作する仕事みたいな。あーなるほど、わかります。なるほど、あこれちょっと違うなっていうのを AI が出していたのをこう、あこっちかなとか、そういうなんか立場が逆転したりしたら怖いですね。逆転、お前書けと書いて君違うって言われて、ああってなんか潰れるとか、それはないんじゃない。なるほど、まあ、あのそっちの方がうまいんですもんね。あのコンピューターがいる方が効率的なので。なるほど、なので単純作業こそこうどんどん AI に置き換わっていく。でそう、まあ、製造業とかもうだいぶ前にそれは来てるわけじゃないですか。ロボット化みたいな感じで、今まで人がこう組み立てたものをロボットが作るみたいな、はい、ってなってくるとこう人の仕事は LINE で流れてるのをこうチェックしてるみたいな感じじゃないですか。まあ人が介入できる隙間があれば、ね、隙間があれば、でそこをもう、まあ要は製造業はロボットが作るようになってきてる、なってる、もうそれはだいぶ前からなってる。で今後 AI っていうのはそういう製造業じゃないところが自動化していくみたいな話なんで、今までパソコンに向かって、まあホワイトカラーですよ、はい、ホワイトカラーの仕事が AI に置き換わっていく、はい、昔ブルーカラーの人たちの仕事がそうやって変わってたように、機械に変わってたようにホワイトカラーの人たちの仕事が AI に変わっていく。じゃあ人また違うところにまたどっか入っていけるの、はい、入っていけるのっていうかあるのっていう不安になるんですよね。入っ
もうそもそもこう機械とかロボットとか AI とかで人間を楽にさせるための道具じゃないですか。道具なんですよ。あ、この対立じゃないと。対立じゃない。僕たちは使っ、これを使ってるんだ。これを使ってて、でそこにその存在意義があるんですよね。AI とかの。はい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 。AI の存在意義は人間の役に立つこととか、なんか目的を与えられてる。はい。コピーライトを書くみたいな。はいはいはい。より、あ、目的のプログラム化されていて、うん、でそれ以外のことはないんですよ。考えない。人間と違って人間は逆に不完全だから考えないんですよ。あいつら完璧なんですよなるほど。こと目的を叶えることにおいては、そうそう、おいてはあいつら完璧なんですよ。で逆に人間というのは不完全だから曖昧に考えてるんですよね。考えるな、こういろいろ感情とかって多分それなんですよ。はいはい、この行動をしたからいいのかっていうのを考えるときに AI はこう成分分析したりとか、なんかこう過去のデータを洗い出して、でそれをやるのがいいのかどうかっていう確率を出して行動するかしないかみたいな計算なんですよね。人間は分かんないからなんとなく感情で、あ、こっちの方が良さそうかなっていう、こう瞬時に判断してるんですよ。多分それが感情だと思うんですよね。ここを右の道に行くか左の道に行くか、データを分析しないとロボットは進めない、 AI は進めないってことを人間はなんとなく、まあ右利きらしい、右利きだし、右のがあってっていう曖昧な感じなんですよね。でそれが優れてるといえば優れてる、結論がなくても動けるみたいな。はいはいはい、まあそうですよね。AI は結論がないと動けないみたいな。だから計算でこう確率を出してみたいな。でもどっかでなんかそのコンピューターも感情を持つみたいな意見もあるじゃないですか。感情。シンギュラリティでした。シンギュラリティ、そう。なんとか技術的得意点でした。なんか超えるんですよね。人間の知能を AI が超える。はい。そうなると感情を、僕は感情を持つかな。って思うんですね。コンピューターが、コンピューター、AI が感情を持つ必要はありますか。もう僕の感覚的に人間はそうやって、あ、なるほど、劣ってるから感情とかって、あ、じゃあもう、うん、鼻から AI は感情を持たない、感情を持たない、持たせる、人間が持たせれば持つかもしれないけど、だからそれも必要ないって思っなれば持たないってことですね、うん、そうそう。で、まあ、難しい哲学ですよ。ああ、そうだ、人間も、なんで人間なのかみたいなところじゃないですか。うん、あ、我思う、故に我ありみたいな話になってきますね。人間の、そう、人間の目的って何なのかみたいな。そう、そのとまた僕の不安がね、不安というかその、今、結婚は効率が悪いからしないみたいな、うん、意見が結構まかり通ったりしてませんか、うん、そういうこと思わない。それを思ってるの僕だけ。まあ微妙ですよね。なんかその仕事も今なんかそのいつまで会社勤めしてんのみたいな、うん。好きなことを仕事にしないよみたいなのが YouTube に溢れてるわけですよ。うん、で僕はあのサラリーマンなんですけど、うん、いやいやサラリーマン別にいいじゃん、うん、ってこれは本当に思っていて、うん、あのなんていうんだろう、仕事がない時でもちゃんと給料がもらえると。いや違うかもしれませんけどね、うん、で、かたやこういうことも別にできる、いや、いいじゃんって思うんですね、うん、思うし、そのなんかその無理してそんなになんか結婚するなとかさ言ってない YouTube とか。結婚するなってありますか。わかんないですけど、あ、結婚効率が悪いとか、結婚もうホリエモンとかよく言ったりしますよね、確か、で、それはなんか僕が思うのはこれ陰謀かなとも思ってるんですけど、陰謀はないんです。要はそのあの少子化が良くないとは言われてるんですけども、うん、その人口を減らそうとしてないかと。誰がするんですか。要はその日本でも昔、うん、そのあのブラジル移民とかハワイ移民とかって、うん、あれ口減らしじゃないですか、うん、今人口が増えすぎてるのを抑制しようとして、うん、
あの向こうにユートピアがあるよって言って渡らせてるわけなんですよね。でその岡田敏夫っていうあの方も要は政府としては人口をあの適切な形にしようとして今はもうちょっと、ね、増えすいびつな形で増えすぎているから適正な形にしようとしているみたいな意見があって、要はその人口は減らすで減らすためにいや結婚は効率が悪いとかね、ああいう著名人の人たちが減らしたら日本破綻しますよまあ破綻っていうかで、そうなんですよねって思いますけどね。要はあのバランスが悪いから良くないんですよ。年金もこう人口のバランスが悪いから良くなくて、うん、こうどの世代も同じぐらいの人数バーンといれば、そうだったら僕なんかもっとみんな結婚しようよ、結婚最高じゃんって。そうだからそうするとなんか出生率 2% とか、ね、2% 今は 1% 切れてるんですよね。あそうそう、うん、だから 2% フランスは超えたって最近言いますよね。にするのが理想じゃないですか、うん、夫婦で2人の子供、ああ理想、理想じゃないですか、うん、で2人が支えてくれるって 2. 点いくつとかじゃないですか、多分いいのは、ね、途中で病気とかになっちゃったりとか、はいはいはい、まあ、今その子もいると思うんで、うん、まあ、病気とかならずに途中でこうそういうアクシデントトラブルなく平均寿命を全うできるんだったら多分2人なんですよ、はいはいはい、2人に対して2人なんですよ、でそうするとこう人口がバーンと綺麗にこう並ばれてたんですよ、はい、それが多分理想なんですよね。でこう超えすぎるとこうだん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 こういうなんかいびつなぽっちゃり型になったりとかなるんで、こう多くも少なくもないそのバランスを取らなきゃいけない。で今の子供たちは少ないわけじゃないですか、 1.2 とかじゃないですか、そうすると減ってきますよね。減っていくとこのバランスが悪いのがどん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 こうこの三角の規模が小さくなっていくだけの話で、三角は三角で、みんななんか結婚いいよとか、うん、お家どんどん建てようよとかあれ多分個人の話なんですよ。個人として、あ、僕のじゃこの陰謀論だじゃなくて、陰謀にすると多分他国ですよね、日本を潰してやろうっていう多分陰謀がある。そういうのが素敵話として面白い、そっちであれば可能性はそれをするかどうかはポイントいって日本を潰してやろうってしたときに日本にその説を広げてやろうっていうのはまああるかもしれない。結婚格好悪いよ広げて、結婚そう効率悪いよねっていうのを広げてやろう。あ、じゃああれ の堀江さんの意見はそんなに僕は引っ張られなくていい。堀江さんの意見は個人として、うん、個人としてやっぱ結婚制度効率悪いよねっていう、あ、結婚制度はって言われ、結婚制度が効率悪いよねって言われると、うん、あそこはまあ何かあるのかもしれないですね、うん、っていうところだと思うんですよ。あ、なるほど、制度があって、まあ確かに良くするところがあるよねって言われ方ならまあごっくんです。だからこう日本としてってなると、いや、みんな結婚して子供産めよう、あ、それはまあ、うん、心なんか苦しくなってきますね、なんかそっちが正しいのってなんか、うん、あのまた反論したくなります、ね、あ、僕のタイプだな俺だそれ、うん、で個人としては結婚効率悪いよねっていう多様化でしょみたいな、みんな結婚目指さなくてもいいんじゃないのとかって言われるのもなんかまたなるってなんかちょっと反応しちゃうんですけどっていう、まあ、いろんな考え方があるっていうところじゃないですか。なるほど、いちいち YouTube で動かなくていいと、あっちこっちあっちこっち方向によって違うみたいな、戦争とかもそうじゃないですか、まあ、正義と悪みたいな感じでよく言うけど、はい、どっちにも正義があるみたいな、それは習いました、いろんな映画を見て習いました、そういろんな映画の、いろんなアニメを見て習いました、もうアニメ最高っていうところかな。なのでなんか自分のこうポジションがどこなのかっていうのを考えておくぐらいの感じじゃないですか。考えるそう、自分の立ち位置はここだっていうのさえ決めておけば、でまあ聞くのもいいと思うんですよね。あ、そういう意見が、はい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 、
自分の考えを押し通すっていうよりはこういろんな意見を聞いて平均的に考えるみたいな。でもああいうなんか動画を見ててなんかちょっと違和感があるのは、うん、みんな同じ意見なんですかね。なんかそこに出ている人たちはそういう人が集まるんじゃないですか。自分ちょっと違うんじゃないとか、うん、あまあそこに反論したい人もいるじゃないですか。いる、まあまあ何か言うたびに反論しようみたいな。まあそうですね、またその反論が目的の人もいますし、ね、反論が目的、なんか反論することによって自分が、あの、この間の話じゃないですか。反論することによって、なんか自分、賢いだろう。アピールが。アピールができる。みたいな部分もあるじゃないですか。なるほど。っていうことは、うん、僕のこの体調に対する、うん、不安の部分は、考えましょう。考えましょう。いちいちダムダムじゃなくて、そう、ストップと。ストップなんか聞いたらいいんじゃないですか。聞いて、あ、Google先生に、Google先生とかに。自分なりに考えるかスルーするかですよ。あ、で僕は今結構スルーって感じですね。もう、うん、聞いちゃうともうなんかいちいちなんかもうドキドキしちゃうんで。聞いてもスルーみたいなとこじゃないですか。引っかかるんだよな、なんか小骨が引っかかるんですよ、なんか。で、まあ引っかかったことを、喉がちっちゃいから、喉が赤ちゃんなんで引っかかって、まあ僕も引っかかられた時に自分のポジションですよ。自分なりの考え、ああ、うん、それってどうなのって思う。あ、なんか不幸な事件とかは、事件とか事故とかはかわいそうだなっていうのはかわいそうだなって言っただけじゃないですか。まあできることはもう募金とかしかないですよね。そう、かわいそうだな。でそれはそれでいいんじゃないですか。かわいそうって思ってあげる供養みたいな。あ、なるほど。そう、その子のことをメタの視点で何か見てるといいですね。そうそうそう、全てこの視点じゃなくて、うん、なるほど。かわいそうな事件はかわいそうな事件だな。自分ってどっかいますか？メタな自分がいますか？メタな自分はいるかもしれないですね。意識しなくても。僕はもう本当なんか、一人称の小説なので、すべてがなんかもう、はぁはぁって感じなんだよね。僕はこういろんな視点があるじゃないですか。はい。いろんな視点の言ってることがわかるみたいな。あ、群像小説のいろんな意見が。いろんな意見が、あ、それもあるよね、それもあるよね、みたいな感じで。いろんな人の意見が分かる。あ、分かるっていうか理解できる。理解が殺人者の意見も分かるみたいな。ああ、まあまあまあ理由はあるんでしょうね。事故を起こした加害者も、まあでも加害者事故だしなみたいな。まあうん。逃げたく気になる気持ちも分かる。まあそれはまあそうですよね。それはまあ確かに。なのでなんか僕多分ダーンってどっかに寄らない感じはある。あ、この意識がそう、加害者と被害者で今加害者側にバーンと寄ると被害者を徹底的に叩くみたいな風潮じゃないですか、はいはいはい、でだけどこう加害者にもこう、まあそうは言っても自分だったらもう逃げたくなるよなみたいなのはまあ確かにあるんでありますよね、はい、なのでこうバーンと寄ってバーンと叩くみたいなことはあんまりない。日本人ってお前が日本人って言うのかみたいな話になりますけど、あのエニアグラムってあるじゃないですか、うん、これでなんか日本人はタイプ6が多いって言われてるんですよね、うん、そうでタイプ6っていうのは多分僕みたいな、うん、どんな感じですか。タイプ6は感情と気持ち、なんていうの、頭で考えてることと感情が全く別のことを考えたりして、うん、行ったり来たりしている感じですかね、うん、あ、そう、頭でぐるぐる考えてでこう勝手に不安になって で不安の方で勉強して、あ、でまた考える、うん、でまた良くなる、また考える、不安になるっていうのを結構、うん、まあなんかあれですよ、考えるのがいいだけでもないですよね、うん、こうスパイラルに落ちていくときもある。
はいはいはい、不安なことを考えて感情が不安になって、で調べたらまた不安になって、はい、階段降りていく、はい、降りていくみたいな。要はタイプ6って思考タイプと感情反応タイプ、反応、心が動いて頭も動くみたいな。だからいい時は多分両方上がっていくと思うんですよね。階段を上っていくんですね。考えていいこと考えて、で感情が上がってみたいな、階段を上がっていくこともあるけど、落ちる時は逆にこうスパイラルで落ちるみたいなっていう話をまた、うん、またどこかでしたいと、うん、あのまた体調に体調にちょっとエニアグラムのこと話したいですっていう。エニアグラムね、結構ね面白いですよね。エニアグラム面白いです。面白い。最近あのこのドン・リチャード・リソと、うん、ラス・ハドソンっていう人なんですかね、この方が多分有名な人なんですね。有名な人がこの基礎編だけじゃなくて、最近なんか実践編っていう本を出したみたいな、注文したんです、ね、注文しました。でちょっとそれまた読んでね、体調にぶつけてみたいと。今日の僕の不安は日本人大丈夫なのかっていうニュースを見て不安になるんですっていうのは、うん、待てこれ待て考えろ待て考えろ、あんまり要は不安になるなんてところじゃないですか。ならなくてもいいよ。そうそうそう、あのなんとかなりますよ。まあなんとかなりますよっていうことが書いてある本でもありましたし、これは、うん、なんとかしてきて今良くなってるじゃん実際っていう、良くなってるじゃん実際もあるし、なんか過去の歴史を見てもなんとかなってるじゃないですか。まあ解決はしてきてますよね。人間なんとかするんですよ。誰かどこまで行ったことがあったとしてもなんとかするんですよ。まあみんな多分人生によって多分そうなんでしょう、うん、みんなこう幸せに向かって進んでるんで。あ、それは、あ、今いいこと言った。みんな自分は幸せになりたいと思って。あ、それは間違いはないと思いますけどね、うん、不幸になりたいっていう人はいるかもしれないけど、なかなか強者ですね、それなかなか普段思ってるとしたら。そう、死にたいとかっていうレベルの人でも死ねば幸せになると思ってる。この不幸から逃げるためにからですもんね。そう、はい、なんでみんな幸せになりたいから良くなっていくんです。なるほど、解決です。解決そう、まああれ不安煽りビジネスなだけです。まあ乗らなくていいよと。乗らなくていい。ありがとうございます。今ダメなものが良くなります。ミッションクリア。ミッションクリア決まったフレーズを今ミッションクリア。ミッションクリアで、ありがとうございました。またまた次回よろしくお願いします。で、なんかチャンネル登録お願いしますとかができるといいんですよね。そう、まだないです。まだないんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。